各こと、アレハンドロ・セバスティアン・ロメロ・ガマーラは、アルゼンチン・ブエノスアイレス・シューシューダデーラ出身のサッカー選手。タワーウム f ー所属。パラグアイ代表。ポジションは MF。1995年に、パラグアイ人の両親のもとに、ブエノスアイレス・シューシューダデーラで生まれる。ユース時代から、CA ウラカンで過ごし、2013年にトップチームに、昇格。 10月12日のプリメーラビーナショナルの CA、アルドシビ戦でプロデビュー。2014年9月14日のアトレティコトゥクマン、戦でプロ初ゴールを記録。2013から14シーズンはコッパアルヘンティーナで優勝し、スーペルリーガアルヘンティーナ昇格に貢献。2014年シーズンは、スーペルコッパアルヘンティーナでも優勝するなど、主力選手として活躍。 2017年12月23日、メジャーリーグサッカーのニューヨークレッドブルズへの移籍が発表。2018年シーズンはリーグ戦34試合6ゴールを決め、加入1年目から主力選手に定着。しかし、2019年4月14日のスポルティングカンザスシティ戦で、試合展開に苛立った各が思わずボールを観客席に蹴り込み、 ある観客の顔面に直撃し重傷を負わせ、一発退場処分を受け避難を浴びた。2015年にニュージーランドで開催された 2015FIFAU-20 ワールドカップに U-20 アルゼンチン代表で出場するもグループリーグ敗退で終了。2018年に両親のパラグアイ国籍を行使し、パラグアイ代表でプレーすることを表明。 2018FIFA ワールドカップを目前に控えた6月12日の日本との親善試合でパラグアイ代表デビュー。翌2019年のコパアメリカ2019は招集外に終わったものの同年9月5日の日本戦で来日。同月11日のヨルダン戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。